はい、こんにちは、グリードです。昨日もね、ランクの方でチーターに処されてきたわけなんですけども、まあ今日は日本で何かと今話題になってるチーターに関して、まあ僕なりの考えと、で、COD のチート対策どうなってんのかっていう話をしようかなと思うんですけど、まず最初にね、チーターっていうのは僕的にはやっぱ犯罪者ですと。チーターは犯罪者なので、もう二度とゲームをできないから、やった方がいいと思います。はい、ごめんなさい、ちょっと言い過ぎましたね。冗談です。今のはちょっと冗談なんですけどちょっと言い過ぎましたね。忘れてください。ただね、まあ、チートっていうのはそのオンラインゲームによるオンラインゲームのチートっていうのは明確なまあ犯罪行為であるというのがまあ一応調べたら出てくるわけなんですよね。で、一応逮捕歴もあると、まあ、営業妨害だったり器物破損云々だったりとかになるのかな。まあ、実際にはそのゲーム会社がいちいちチーターをね、いちいちこう訴訟して逮捕まで持ち込むみたいなのはなかなかね、めんどくさいしお金もかかるからないとは思うんですけど、まあ、一応実例はあるのかな。まあ、まずそこはっきりさせましょう。まずチーターっていうのは犯罪者ですと、うん、ここはね、僕はもう、てか犯罪者なんですよ。犯罪ですよ。ダメですよ、絶対ね。という前提のもと、じゃあ話を進めていきましょうか。で、チーターっていうのはさ、なんだろう、明確な悪意を持ってるじゃないですか。明確な悪意を持った上で絶対使ってるじゃないですか。ね、例えばね、日本で言う、じゃあ、お薬系をちょっと例に挙げてみましょうか。ね、お薬。薬物ですよ。薬物っていうのは、まあ自分の意思で使う人もいると思うんだけど、例えば精神的な弱さだったり、なんか買わされちゃったりとか、自分の意思と反して使ってしまうみたいなシチュエーションも絶対あるじゃないですか。もちろんこれ、ね、薬物を使った人を擁護してるわけじゃないですよ。うん、犯罪ですからね、絶対ダメですよ。で、まあそういうね、薬物の場合はなんか自分の意思に反してっていう可能性もあるわけじゃないですか、ね。ただ、チートに関しては、明確な自分の意思、悪意のもと、それは絶対ダメと分かってた上で絶対使うじゃないですか。ね。いや、チーターってよく分かんないし、使ってもいいんじゃないの？よく知らないみたいな感じで、普通、そこまでたどり着かないじゃない、うん、なんか、チート業者からソフト買って、ソフトいろいろ入れて、ガチャガチャして、みたいな。いや、ならんやろって。ありえへん。そこまでたどり着くまでに、うん、自分の意思に反して、うん、ありえへんって。絶対ちゃんとチートとはどういうものなのか、ね。ちゃんと悪意を持って使ってるわけですよ。うん、そんな人間、まあ正直ろくなやつじゃないとは思いますよね。オンラインゲームのチートに手を染めるやつなんて、まあろくな人間じゃないですよ、絶対。うん、間違いなく。で、ちょっと待ってね。なんか敵多いな。まあ僕のチートに関しての考え方はそんな感じかな。うん、基本的にまあ、絶対まあ犯罪者ですし、うん、ろくな人間ではないな、だろうなとは思ってますよ、うん。間違いなく。まあ、そのチートを使ってしまった人は、それ相応の、ね、罪にとらわれてほしい。うん、違うな。問われてほしい。ごめんなさい。なんか何言ってか順でわかんないわ、ね。ちゃんと罪を償ってほしいなと思いますね。うん、で、COD の場合はね、まあ、その高ランク帯、まあ、エペで言うさ、こう、ダイヤとか、プラチナイクとか、ダイヤか、ダイヤとか、プレマス帯みたいなところなんですけど、まあ、そのエリアから大体チーターが増え出すんだけどね。ものすごく、こう、やっぱりほとんど中国チーターなんですよ。某中国チーター？某の意味ねえか？申し訳ないけど、やっぱそう、某あそこの国が、やっぱどうしてもチーターとしては多いんですよね。まあ、日本人のチーターほぼほぼいないとは思うんだけど、うん。で、COD の運営さんがチート対策をじゃあ全くしてないのかって言ったら全くそんなことなくて、むしろ、ね、ゲームのオンラインゲームの中でもトップクラスにチートに対してはお金をかけてる。ね。チート会社も訴訟して3つぐらい潰してると。すげえ頑張ってるんですよ、うん。で、チート対策ソフトも作って定期的にバンもして、すごいお金かけてます。チート対策なんていうものはさ、ゲーム会社からしたら余計な出費じゃないですか、もう。普通はさ、開発して、アップデートして、ね、宣伝してとか、いろいろやんなきゃいけないのに、なんかチートとかいうせいで余計なお金かかるし、しかも延々とチートを対策し続けないといけない？終わりがないから、まあ厄介っすよね。まあその中でも、アクティビジョンはかなり頑張ってます。ただ
ただね、ただね、いくら対策しても、いくらね、バンしても、某某国のチーターはね、すぐアップデートしてくるんですよ。もうアップデート頻度が早いんですよ、本当に。一瞬で強くなって帰ってくると。で、まあ、あとバンしてもバンしても、結局、新しいアカウントで帰ってくるわけなんですよね。だから、対策法としてはもう、チートを使ってるやつをリアル、あって、これ以上言ったら本当にいけないことなので、まあもちろん冗談ですよ。冗談として捉えてくださいね。うん。でもそれぐらいしかもう方法がないわけですよ。本当に。終わりがないんですよね。だから、うん、もうどうしたらいいですかね、皆さんって感じ。どうしたらいいんでしょうか。でも、アクティビジョンもね、だから、この業界の中ではトップクラスにチーターに対しては、いろいろやってるけど、これなんですよね。だから、まあ、皆さん、まあゲーム会社に関しては、ね、どこのゲーム会社もできる限りのことは間違いなくやってるはずなので、ゲーム会社はあんまり責めないであげてほしいなとは思いますね。うん。いや、すいません、今日ね、ちょっとプレイしながら喋ってるので、ちょっとなんか変なことがあるかもしれませんが、まあ、なんで喋りながらやってんねんって感じではあるかもしれないけど。ちょっと COD はね、最近ずっとこんな感じなんで。残念ながらね、そう、これ非常に悲しい話なんですけど、やっぱね、どのゲーム、オンライン FPS、僕いろいろやりましたけど、やっぱアジアサーバーのチーターの量は異常ですね。だから現状ね、快適にやるには、高ランク帯を快適にやるには、アメリカサーバーが一番人が多い時間帯、うん。だから日本時間のお昼とか、にやるとね、少ないんですよ、チーター。本当に、一般人が多いです。人間が多いんですよ、すごい。悲しいけど、やっぱチーターっていうのはほとんどアジア産の可能性が高くて。まあ、これ COD と某エペエペの話なんですけどね。で、アメサバに行ってもね、アジアのゴールデンタイムだと、中国チーターと会うんですよね。これがまた、朝とか昼間にやるしかないみたいな、高ランク帯に関しては。まあ、もちろん、ゴールド帯とか、プラチナ帯ぐらいだったら全然ね、チーターとあんま当たらずにやれるとは思うんですけどね。やっぱチートに関してはやっぱ法整備がまだ整ってないでいいのかな。どうなんすかね。海外はどうなんだろう。整うのかなこれ。法整備の問題ではあるのかな。また違う気がするな。一応でも法律にはね、引っかかってはいるんだけど、平成28年20代の男性がスマホのゲーム内の、自分のキャラクターが無敵になるというチートツールを作成して、不特定多数の人がそれをインターネット上でダウンロードできるようにしていたところ、著作権法に違反している疑いがあるとして逮捕されたと。まあだからなんか著作権とか営業妨害とかなんかそっちの罪に引っかかればって感じなんですかね。まあ、この人の場合多分、チートをこうダウンロードできるようにしてしまったっていうのがアウトなのかな。ただね、まあ、最後このゲームっていうのは、まあ、FPS に関しては大体がこうアメリカのゲームで、で、チート自体がまあ多いのはじゃあ中国とすると、逮捕とかってなかなか難しいんでしょうね。まあだからアクティビジョンが取ってるのはそのチート会社を潰すと、訴訟で。そのやり方になってくるのか、やっぱり最適解というのは。まあ僕個人がね、こんな考えるようなことは、こんな大手企業さんはもうとっくに考えてたと思うので、まあ、大手企業さんがやってることが多分正しいんでしょう。おそらくね。はい。というわけで今日はちょっとすいません。ちょっとね、プレイしながらなのと、ちょっと気持ちが熱くなってしまってね、あまりよろしくない言葉かなり使ってしまったかなと思います。申し訳ない。ほんとなんか、ね、不快に思われた方がいたら申し訳ないんですけどね。ちょっと、この辺ちょっと謝罪させてください。そして 1V1 ですね。これ勝って終わりましょうか。これ打っちゃっちゃダメだよ。いや。3、2、1。はい、オールキル。というわけで、お疲れ様でした。まあ、ちょっと皆さんのね、ご意見もお聞かせください。あと、ちょっと法律に詳しい方もいましたら、ぜひ、知識をね、ご共有いただけたら幸いでございます。というわけで、お疲れ様でした。